どうも、浦迫です。プレゼント紹介ありがとうございます。お願いします。いつもね、応援してくださってる方々がこうやって送っていただいてるわけじゃないですか。そうですね、はい。やっぱり紹介はしないとなと思いまして。全部は難しいですけどね。まあ、全部は難しいんですけども、はい、ちょっと一部ですけども紹介させていただきたいなと思いまして。ここだけ先に説明してもいいですか？あ、ダメです、大事なこと言う感じじゃないですか。今絶対無駄なこと言う感じじゃなかったじゃないですか。言わせてください。情報やないか。しまったこれはしまった。でも大事です。プレゼントなんですけれども、はい、結構送ったんですけど届いてますかっていただくんですけども、はいはい、一回これ事務局に届いてるんですよ。あ、はいはいはい、提携してるところに、はい、で月に1回僕らに届くのでちょっとその、うん、タイムラグが生じちゃうことがあるので、ちょっとそれはご了承いただければなと、はい、という大事な情報でした。大事な情報でございました、はい、ということで、はい、ちょっと、見させてもらいましょうか。これはまあ、アディダス。はいはいはい、アディダス。あ、もう分かった何やと思うねえと思う。手触りで分かる感じですか？もう分かった。ちょっと触っていいですか？触ったら分かっちゃう。あ、いいよ。いや、俺多分そうだと思うけど。なんで？分かんない。手袋？いや、分かんない。はい、え？あれ違うかな？靴下でやったと俺は思ってんけど。あ、でもあり得るかもですね。うん、でも、違うんかな。違ったとしてもそんなにわーっとなんないです。えそんな盛り上がってるやつ大丈夫だよこれで20分いこう無理や、浦坂でも無理や。え、靴下、あ、ちゃうんか。なんだ、なんだ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 。全然ちゃうわ。え、なにこれ。ソール、ちゃうな。え、なになに、靴下でもなんでもない。 T シャツ、アディダスですか。アディダスの袋に入ってたけど、え、なにこれ。和柄、なに、こんなわからんこと、え、こん、あ、うわー、サコッシュだ。すげー、かわいい。サコッシュ、あ、かわいい。サコッシュ、すげー。ダダみたいな柄っすね。ダダ星人だ、はい、ちょっと足の先が長いダダ星人3年のね、はい、うわ、かわいい。これかわいい。皆さんサコッシュよく使いますもんね。うん、使う。あ、うん、これかわいい。え、かわいい。うん、使う。うん、使う。うん、使うよ。かわいいか。だって今日もサコッシュや。そうですね。これめっちゃかわいい。ミヤサコッシュですね。ん？いやいや。ミヤサコッシュ。ミヤサコッシュ。ミヤサコやから、サコのサコッシュと、なるほど、かけたんか。なるほどな。ちょっとごめんなさいね。おもんないいやでもバット振るのが一番大事なんで。ずらすい。でもずっともそろそろ。そうですね。フラントな。こう言っていつもフォローしながらバカにしてくるんですよ。すごいんですよ。これめっちゃ可愛いやん。あ、これめっちゃいい。めっちゃ嬉しい。めっちゃ合うっすね。めっちゃ嬉しいこれ。確かに限定のデザイナーさんのコラボじゃないかなこれ確か。そうなら確か。高橋。あ、そう。ひろこ。アイダスがコラボしたんですよ。ちょっと。かわいい。あ、めっちゃいい。これめっちゃ嬉しいんですけど。合わせやすいですね。ちょっとしとこう、このまま。おー、最後、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、そう、ありがとうございます。ありがとうございます。普通に、普通に気に入りました、これ。めっちゃいい。ありがとうございます。続きまして、どれいく？これか。そうそう、何や、何や、何や、軽っ。なんだろう、何やろ。航空輸送禁止。え、何？航空輸送禁止とかなんか液体とか、なんなんすかね。やばいもんじゃん。なんかの種とかですか。いや、中国やね。絶対に栽培しないでくださいって政府が言うやつ。お、結構な手紙が入ってんねんけど。手紙なんだ。手紙かこれ。すごい分厚いよ。さあ。え？え、分厚い。むちゃ、すごくないですか。すごい。いや、すごいな。これはこの動画内では読み切れんぐらいの、もうものすごい字がいっぱい書いてますけど。なんか訴訟文じゃないですか、違うですか。誰が訴訟されるの。小説とか、なんかショートの短さですけど、ね、お写真も載ってますよ。え、
カップルの写真？あ、でもハングルが書いてますね。どういうこと？多分これあれだよ。そういうフィルターを。ああ、なるほどね。あ、宮迫さん、宮迫チームの皆さんへ、はじめまして、あやみと言います。ファンレターを書くのは子供の頃にアリエルに書いて以来です。アリエルの次。アリエルの次。宮迫さんです。どうかしてるよ。あれ、仮想のものみたいなキャラクターだと思われてます。ディズニーキャラクターですか。38歳の専業主婦の方ですね。ちょっとこの動画内で読み切れないぐらいの、これはちょっと後で読ませていただきます。で、はいはい、宮迫チームの皆さんへということで、あ、お守りとか、あ、お守りかこれ。素敵。あ、違うわ。お守り型フェイスパック。フェイスパックだ。はい、豆腐の森田屋フェイスパック。いいですね。何それ。面白い。ヒップケアソープ、お尻のソープ、あ、お尻のあの桃の形してます。洗うたびお尻がもっと好きになる。いや、素敵。ありがとうございます。あの、これチームでもらっても全員では共有できない。お尻ちょケアしながら、なんでおかしいやろ。ありがとうございます。ちょっとお尻にはちょっと自信あるんで、ちょっとケアしたいと思います。ありがとうございます。私、お尻にはケア、そうですね、自信があるので、はい、気になる方はね、過去の料理動画見てもらったらお尻見れるんで。お尻綺麗よっていう不評でやめたのよ。絵本だ、おやすみ絵本。ちょっとこれ、俺読んで、はい、眠いの王国のクー、あ、かわいい。あの、にゃんにゃん、あの、お帯で、水木奈々ちゃんがは推薦されてる、推薦してますね、水木奈々ちゃん、歌姫。まあ、僕ちょっとあの昔結構長めにラジオ一緒にやらせてもらった。そうなんですか。奈々ちゃんが推薦やったらすごいんじゃない。読んでいいですか。あ、お願いします。はい、チームの皆さん、いつも必ず毎日宮迫です、見させていただいてます。大人でも読み聞かせすると不眠症など改善するおやすみ絵本をこの度書かせていただきました。はい、実際書かれたんですね。はい、番組の企画で宮迫さんが読み聞かせをすると、うん、お涼さんは果たして眠りに落ちるかなどゲームして楽しんでいただけるのでしたら。なぜお涼。なぜお涼。眠れる本ってことですか。うん、それ誰のサインですか。これはこの作者の、作者さんの方のサイン、あのサインを入れていただいて、未来は近づいてるバイプペルというね、僕大好きなプペルの、なるほど。そんなことあんの。僕も結構不眠症で朝まで起きてること多いんで。はい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 。あ、何これ、どういうこと。本書の使い方、本書はお子さんを寝かしつけたための絵本です。読むだけでリラックスして心理的脳科学的に5分で、ね、ほんまに、で病院で使われている最先端の心理研究技法を使っています。何それ。その文章はそういうことってことですか。お子さんへの読み聞かせの場合は青い字で書かれた部分はゆっくり読んであげましょうとか、なんかあるよ。何それ。じゃあちゃんと科学的根拠があるってことですね。あ、大人が読む場合は、心の中で読んでも声を出して読んでもどちらでも大丈夫。ささやかれるようなイメージで低い声でゆっくり読む。何それ。面白い。面白い。どんな内容なんですかね。めちゃくちゃ数式とか寝たら面白いけど。1ページ目だけ、いや普通の絵本のように、まあ絵本というか字が多いけど、ちょっと無視しますね。正解です。はい。この1ページ目だけ読んでみるな。はい。眠りの王国の空。ここは眠りの王国。動物、小さな妖精たち、魔法使いたちが仲良く暮らしています。この5分言うてんねん。もう今、ね、寝れたとしたらもうこんなもん1億部以上売れるわ。いや、ついよ、もうスッとね。そうですね。眠くなってきました。すごい夢の世界に行きます、すぐに。で、青い部分、いわゆるその子供たちの部分はゆっくり読み聞かせるって書いてるけど、ここに住んでる人たちは眠ることが大好き。眠る前はうとうとしてとっても気持ちよく起きた。自分が寝るんかい。ありがとう。ありがとう。
ありがとうございます。でもね、いやでもその子供に聞かせるときにゆっくり読んであげるっていうのはほんまにその脳科学的に、本当にそうやと思うな。ちょっとこれ今度サブチャンで、うん、宮迫さんがめちゃくちゃいい声で、うん、その読み聞かせするやつ撮ります。あ、そしたらそういういいあのお子さん寝かしつけるときに聞かせるみたいな、はい、うん、あのだって俺 NHK さんでほんまにこういうのやったことある。あ、朗読的な、朗読今度やりましょう。これ何度かやったことあるよ。あー、なるほどね。朗読劇やりましょうか。ちょっともうこの眠る前はめっちゃいい声、うとうとしてとっても気持ちよくて、なんかちょっと睡眠術っぽくなるよね。確かにだからマジで寝れるやつじゃない、特にお子さんなんて。なるほど、うん、あ、これすごいと思うわ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっともう僕もあのショートスリーパーなので、いや俺は自分で読んでもあかんのか。だから自分で読んだのを聞きながら寝ればいいんですよ。なるほどね。なんかしんど自分でこれ吹き込んでそれを聞いて寝んの俺。でもないや、そういうこともありなのかな、もしかすると。確かに。いいじゃないでしょうか。それとか何だ、うん、それは何だ。え、神社お守り、岡崎最古の神社、すごう神社、すごう神社、すごう神社というね。はいはいはい、これはん、すごう神社、これ何や、これは開けてええもんなの。それが御朱印なんじゃない。あ、御朱印か。すごい。なるほど。わざわざ須郷神社まで行っていただいたってこと？あー、綺麗な。はい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 。綺麗な御朱印。うん、うん。須郷神社さん。はい。ちょっと読んでみて。はい、家康公ゆかりの神社らしいですよ。すごい。また立派な可愛い手紙で、うん、あ、これも3枚びっしり書いていただいて、はい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 、はい、読みますか。ちょっと待ってください。でも多分この須郷神社というものがどういうご利益のある場所なのかちょっと分かりません。ちょっといいですよ。はいはいはい、うん、あ、もうチャンネルに幸運が、この皆さんね、はい、僕も含めて皆さん、夢作さんのことも言ってくれてます。チャンネルに幸運がありますようにっていうね。はい、ありがとうございます。宮迫チーム頑張ります。ありがとうございます。はい、そしてんポスター、なんだろう、ポスターか、症状かな。何か頑張った、頑張ったでしょう。心当たりゼロですからね。頑張っとるわ。どん、え、なんだ、うわー、うわー、すごい、あらあら、すごーい、すごい、これは、いや、大丈夫、ちょっと一回手紙もしてください。まさまさま、宮迫さんへ、はじめまして、こんにちは。いつも宮迫さんの動画の方を楽しく拝見させてもらってます、動画ではつつみんをいじったりドッキリライブなど面白いですね。やはりベテラン芸能人の宮迫さんはトーク力と話の広げ方がプロだなと思いました。宮迫さんはこう宮迫さんは歌声もよく歌唱力も抜群で、黒の服がおしゃれですね。今日も黒ですから。またメインチャンネルの方でテレビでも歌っていた愛は勝つ、あカンさんとロンリーチャップリンを歌ってほしいです。東野さんの歌の最後に突っ込まれたやつが面白かったので、つつみんか錦戸さんに突っ込んでもらってください。かっこ笑い。に重っ、うん、宮迫さんは警察官を目指していたそうですが、はいはい、浦迫でその話聞きたいです。あと撮影以外だと何をしてますか。どうも宮迫ですのポーズはいつ考えたのか知りたいです。よかったらサインの手紙をくれたら嬉しいです。これからも頑張ってください。応援してます。ももせたいきくんかな、男の子なんですね。そして
大輝くんが描いてくれた。わーすごい。絵ですね。見えるかな。はい、はいはい、うわー素敵ー、ありがとう。これ自分の字でここに元って書こうかな。やめなさい。うわーすごい素敵だ。素敵だね。2枚あるんですか。はい、でも大輝くん、あの一応言っとくね、はい、宮老いになってるよ。これはもうあの宮迫人生あるあるなんだけど、これ宮老いじゃん、これ白だからね。白に新に追いかけるって字になっちゃいましたね。はい、そうね、はい、で、あ、これは、はいはい、あ、嬉しいな。あ、これちゃんとあの100万人ライブの歌詞ですね。あ、嬉しい嬉しい、すごい、ありがとう、嬉しい、ありがとうね、ありがとう、嬉しい。ちょっとこれちゃんと保管しといて。嬉しいなぁ。こんな小さい子が、小さい子かどうか、まあ小学生かな、うん、ちゃんと漢字とかすごいですね。そうですね。ミヤは追っかけてないよ。迫る方だからね。じゃあ、はい、最後ですかね。うまいな、ね、うん、はい、最後、あ、これは同じ方みたいな、セットで、あ、セットの方いただきました、はい、あ、帽子や、お、シンプル、かわいい、かわいい、あ、もうかわいい、シンプルなデニム生地の帽子、はい、竹尾菊池なんだ、あ、ありがとうございます、早速、かわいい、もう、これはもう、はい、いいっすね、ありがとうございます、間違いないやつですね、ありがとうございます、これかぶっとこう、かわいい、あ、これ邪魔や。使わせていただきます。ありがとうございます。ほいで、これもどう考えても靴やな。ナイキエアってありますかね。靴っぽいですね。僕も靴はもうね、今はいろいろ、昔はスニーカーを履くことなかったけど、今はスニーカーも履いて、そうですね。靴大好きやね。むちゃくちゃあるの、靴。うわっ、かわいい。あ、みんないい。めちゃめちゃかわいい。めっちゃいい、めっちゃいい。あ、好き好き好き、うわめっちゃいい、これいいな、後ろの感じめちゃくちゃいいですね、これかっこいいね、ちょっとハイテク、あ、こんなんあんの、おしゃれ、しゃれてるな、これはもう普通にバンバン履こう、めっちゃいい、かわいい、こんなんあんの、いいな、こんなん嬉しいっすね、もらえるの、めちゃくちゃ嬉しいよ、嬉しい、本当にいいな、ほんまにやな、ほんまにやつだ、開けねえよ。たまたま僕らね、足のサイズ一緒なんですよ、はい、そうなんですよ、26.5 なんで、全員がそういうこっちゃないし、そういうこっちゃねえし、そりゃそうですよ、ありがたい、ありがとうございます、 100% 履きます、うわーすーごい、うわー嬉しいな、なんかこうやっても応援していただけるね、ファンの方々がいらしてくれることがもう本当の心の支えになりますので、もう皆さん、あの今後ともよろしくお願いします。皆さんが楽しんでいただけるようなことを、はい、もうチーム一丸となって全力で頑張りますので、はい、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、今回紹介できなかったんですけれども、はいはい、僕らチームにもですね、はい、本当にたくさんプレゼントをいただいております、はい、ね、嬉しいな、めちゃくちゃ嬉しい、嬉しい、生活助かってます、本当に、ね、はい、もう みんなにいろいろなお料理も、はい、も名前もあの食べ差しのガムとか送ってきてくれる。食べ物ダメなんですよ。食べ差しじゃなくても食べ物はダメなんで、それは来てないです。それは食べ差しのガムは来てない。言ってなかったっけ？来てないです、来てないです、来てないです。2枚しか残ってないガム来たとか言ってなかった。そんな来てない、そんな来てない。違った。はい、ちゃんといただいてます。ドラえもんグッズとか。ドラえもん。おしゃれの服とかいただいたりしてますよ。はい。はい、もう、はい、あ、これだってもらってる。あ、これもそうです。あ、いいですね。いただいたやつなんで、はい、本当に皆さんの、あの、お力添えをどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。頑張ります。はい、というわけで本日は以上でございます。ありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。もしもあの送りたいって方がいれば概要欄の下の方に送り先とかもね ありますんで、ぜひお願いします。します。